いや、すごい閉店の数ですよ。スカイラークが2021年までに200店舗を閉店すると。だから全国でスカイラークチェーンを見ることもなくなるんじゃないですかね。12月の当期損失が150億円になるって予想されるんですよね。150億円どころかね、私は1000万でも赤字になったらもう目から火が出ますけどもね。で、ロイヤルホールディングス追加撤退が20店舗、計90店舗閉店すると。ロイヤルホールディングスってのはロイヤルホストかな。で、イオ、イオ鉄、高島屋、お、高島屋、最上店といえば広島ですよね。最上店、八幡浜店、南宇和島店を閉店ということで、ここでも大きな雇用とね、それから需要が失われるということになります。高島屋、新宿の免税店、シラ&アナ閉店、A&S 高島屋デューティーフリー事業も終了ということですね。まだまだありますよ。イオンモール名古屋港、2021年春に閉店なんで、あとね、半年ぐらいですね。で、JLL 総合徳島店閉店後の商業施設再生コンサルを受託。産業商会、2021年2月までに160の不採算売り場を撤退。高級、2021年2月通期で90店閉店。島村、11月めどに上海の全店閉店。山田電機、新宿エリア店舗再編効率化。ラビ、新宿東口館が閉店と。高島屋、高島フードメゾン岡山店閉店。東急ハンズの三宮店を12月下旬に、まあ、間もなくですね、閉店。丸中、愛媛県の松前店、8月23日閉店。ワールド、358店を閉店。5ブランドが廃止になると。吉野家、国内外最大150店を閉店。平和堂、滋賀県大津市、石山店、仮設店舗閉店。新店舗は11月にオープン。ブルックスブラザーズ、東京大丸ウィンメンズ店など10店閉店。ミスターマックスも福山市ミスターマックスリム福山、8月16日閉店。まだまだありますね。キリがないですね、これは。これ完全にコロナ閉店と言っていいんじゃないですかね。すごいですね、これはね。来年も続きますよ。で、この感染症騒動っていうのは今年だけにとどまらずね、これから数年にわたってこの国を駆逐していくでしょうね。で、経済対策を打った日本以外の先進国はロックダウンしながらでも経済はね、回復基調にあるんですけども、日本だけはね、ロックダウンがないのにもかかわらず、政府の後手後手の対応と私たち国民の間の政府不信ですよね、政治不信ですね。結局ね、感染症のことをいくらね放送しても、普段から嘘ついてる、自民党ですから、もう信用できなくなってるんですよね。この感染症が危ないよって言っても、またなんか国民をだまくらかそうとしてんじゃないのって感じたり、なんかね、気持ち悪いものを感じますよね。この国民と国との乖離、それでいて重税を押し付けられていて、国民の不満がね溜まってるじゃないですか。で、もうね、現場を放棄するような人も現れてるんですよ。特に飲食経営者の方とかっていうのは、これね、責められないですよ。でも、この現場放棄は、医療体制にいる方とかね、だって国の保護とか施策が不十分ですから。で、大阪なんていうのはこんなことね、感染症のことほっといて、医療事情が逼迫してるのほっといて、100億円も突っ込んで住民投票とかしてるわけでしょ。これはもう万死に値しますね。本当に不責任な知事を、維新の会ですか、これ大阪にね、選んでしまったなと思いますよ。これはね、今後100年大阪にダメージを与え続けるんじゃないですかね、今回のこの1年っていうのは。なんていうのかな、もう全然その維新の会とか大阪維新とか私利私欲になってしまって、もう何をやってるのか分かんないですね。だから住民もそれに付き合わなければいいような気がしますけど、そういうわけにもいかないですしね。だから大阪が今日本の縮図になっていて、一部の権力者、本当に数名の方がね、国民をもう右往左往させていると。舵取りを誤ると本当に1億人が沈没するってことになりますし、まさにそうなってるのかなと思いますよね。もう将来を悲観してお亡くなりになってくる方もいますし、もう本当、国民同士で対立するような図式がね、
もうこれ以上広げてほしくないなと思います。まあ、そういうのを抑えるのが政治家の仕事であり、世の中を治める人、まさにね、国を治める人の仕事であると思うんですけども、やってることは逆ですね。逆逆。私利私欲。で、国民の血と命を全てね、もう無駄遣いしていると。本当許されないですね。だからといってね、私たちには権力がありませんから、結局は権力者の奴隷で居続けるしかないのかというところで、憤りを感じえませんね、禁じえませんね。まあ、これがね、私ね、10代の頃だったら、あの番長風でね、まあ、ぶん殴って終わりなんですけども、この年になって暴力を振るえば、手痛い疾病返しを食らいますしね。時にはね、でも暴力も必要なんじゃないかなと思っちゃいますね、こういうふうな。結局、その、権力で奪い去るのは許されて、腕力で奪い去るのは許されないっていうね、なんかこの歪んだ構造があるかなと思います。まあ、まさにね、政治家なんていうのは、制度化された盗賊なんですよ。盗賊ですよ。こういう時よくわかりますよね。国民から取り上げて、で、まあ、ぬくぬくとしていると。なんかね、このフリップを毎日のように持ってくる人もいますよね。一体ね、専門家会議とかね、何なんでしょうね。考えて考えてマスクしましょうしか言えないんだったら出てくるなって話なんですよ。なんかもっと有効な手立てとかね、予算編成とかないんですかね。もう皆さんお怒りはごもっともだと思いますよ。いかんな。